バラクラバは、クリミア半島南西岸の町である。国会にメンス。行政上は、クリミア自治共和国に属さない、特別市セバストポリウチの4ナヨンの一つである。バラクラバはウクライナ語、ロシア語での発音に基づくナ表記で、クリミアタタール語での発音は、ボーキラバで、それにより忠実なナ表記をすると、バルクラバが近い。古代ギリシャにより、シンボロとして建設され、 商業都市となった。中世には、ビザンチン帝国のヤンボリとなった。1365年には、ジェノバ共和国のチェンバロとなり、公易都市として繁栄した。1475年には、オスマン帝国のバルクラバとなった。この名はトルコ語で、魚の巣を意味する。1783年、クリミア全土が、ロシア帝国領となった。1854年、 クリミア戦争中のバラクラバの戦いにより世界的に知られるようになった。ソ連時代には原子力潜水艦の秘密基地があった。ありがとうございます。